お、ということで、なんか一言コメント出てますけど、まずは右下のアーローズ、ハリボー選手、フェンネル、ユリナ、好きな異性のタイプ、フェンネル、ゴリゴリの呼び捨てです。カルラ・アキホ選手のね、好きな異性のタイプ、アキホ選手、それも俺しかおらんやろ。アキホ選手、見ていきましょう。仏さんらしいです。そろそろなんか秋代ちゃんには呼び捨てされてもいいかな。仏って仏来月ぐらい仏ってなってるかもしれませんね。別にもうさん付けはいいかな。秋代くんにだったら別に呼び捨てされてもいい。私もう心許しちゃってるよ。はい、マシ選手好きな以前のタイム、黒髪長め大人な女性と、はい、ゴリゴリのゴリの真面目ですよこれ。真面目ですね。うん、ボケなんかあかんって、ちょっとね、ボケなあかんって、はい、じゃあ印象なんか殴ってるされるじゃん。今殴ってヘッドショット出てたぞ。見た？あ、多分ゴルクマですね。ゴルクマ。ゴルクマ殴りアンテになるの？なるらしいです。グーパンチになるらしい。なぶすぎだよ。チャンピオンシップでもグーパンチ329m とか出てたんで。聞いたやん。ヘッドショット本当にロケットパンチって言ってましたけど。やばいっすね。なんかちょっとツイッターでね、立ち回り変えましたって見ましたけど、うん、あんまり変わってないんですね、コア。そしてボール選手、ちょうど車車からすとこ映させていただきました。ボール選手、そう、ひっくり返っとけよ、そのまんま。カナブンみたいによ。恥ずかしいとこ取ったのに、ちょうど。ちょうど映ってたんですけどね。ひっくり返っとけよ、お前。そしてアンチ外で祝祭対コア。はい。いいですよ。しっかりリバチ選手はカバーできるところにいて、ピアノが2枚抜き。ピアノが2枚抜き！ピアノが2枚抜いて、コアは残り2名生存。しっかり2枚抜きました。そしてリバチ選手の素晴らしいカバー。はい、マルコも持っていかれますか。これで残りはコア、しめじのみ、プニーメが、いや、一気に2ダウン、3ダウン、ロストワン、これで残り2名、いや、3名生存ですね、3名生存。ボブ選手も落とされて、残り1名生存、ロストワン、レイのみ。レイ選手はロストワンのエースということでね、期待かかりますよ、はい、残り1枚。信号収縮タイミングということで、アンチラ入っていきますが、入る先にはもうギルがポジションを取っている、そこに対して発砲していくのは、ヒヨ、当てている、当てている、抜いていった、ヒヨ選手。ノバのマーチン選手もアンチ内入っていきますが、1枚抜いてます、はい、ノバはもうキル数的にはもう十分なので、マーチン、ここ1枚抜いていく、ここで確定キルまで持っていきました。3位入りましたからね、はい、これでナイスキーですよ。残り4対1、オーディン、ケンケン選手1名生存です。4対1の状況、ケンケン1枚でも持っていきたいんですが、横を取っていたギルヒヨが最後のキル持っていきました。ジジー1位12キルギル、2位7キルオーディン、3位12キルノバ、エトが1枚抜いた、優等としてギルが、いやー体力は削ってるけども、はい、ワンオンワン、ここ勝たないといけない。ナナちゃんも負けてしまうか、アビが持っていく、そしてネボも持っていかれる、苦しいか、フリーク、残りはレイとレク、全てのワンオンワンでギルが勝ってますね、はい、ギル、残りはフリーク2名生存です。レイ選手離脱する先、車線が切れないか、車両を割り切れない、ギルレオポン、エトが落とされる、確定キルまで持っていけるか、持っていきたい、レクがなんとか確定キル持っていきます。レク選手でもヘッド当ってますよ、しっかり、はい、ここで2対1の状況を使う、レクもう1枚抜きましたが、確定キルも、入ってます、入ってますか、いやー、このレク選手2枚持っていかれる、何があるか分かんないですね、はい、本当に。カピバラ選手、好きな異性のタイプは元気な人ということです。みんななんでなんか幼稚園児みたいなのしかあげられないのか思わないですけどね、はい、それはみんな元気な人いいって思うでしょ、はい、それはネクラな人嫌ですよ、ね、本当だよ、やばいだろ、ネクラな人がいいですなんて元気じゃない人が好きですとか言ってた、はい、元気なかったら困るけどね、結構信号に収縮終わりです。パモコが取っている位置がいやらしい、一番落としていく、サイレントしてました、はい、クー選手は気づいていないか、パモコ選手の存在、マサ選手も落とされている、一気に祝祭、パモコが一気に抜いていく、祝祭、パモコ、サイレントが完全に刺さっている、ドアが開いてませんでしたよ、はい、農園、ジンクとのファイトになります。ジンクは落とせるか、外にグレネードを投擲していくのはジンク、ジンクは一斉にグレネードを投げてますけども、はい、降りたところにグレネードが大量にあります。1枚でも持っていきたい、持っていっている、ジンク、トイプのグレネードが刺さった、一気に倉庫の中から出てくるか、ジンク、倉庫の中にもグレネード入っている、プンタ苦しいか、ソラが1枚落として横からもう1枚、トイプも持っていっている、ジンクが止まりません。これ守り側結構フリーまたはイーブンなんですけども、はい、この圧倒的な素早さ、グレネードが構え、そうですね、いいところに投げてましたね、はい、竹本
なんとか耐えていますよ。なんとか耐えている。味方のカバーをもらいつつ耐えきれている。中にグレネード、このグレネードは刺さるぞ。そうですね、いいグレネード。さらに出るタイミングを一回外出てみます。はい、刺さっている竹本のグレネード。いいグレネードですね。ラズ7を飛ばした。残りは4チーム、コアとカヌラ以外は1名生存です。ですけども、これ入っていくのも本当きついですよ、はい、コアは車両ないですし、ボル選手これ塔で入っていく判断するか。いや、合流もらいます。アルコーが回収です。勝負ですね。入る先、射精が通る位置はたくさんあります。カヌラが車両終わっていくか。オーディンもいいタイミングで入ってきている。でもこのアキオ選手しっかりカバーもらえる位置。アキオに対して2対1を仕掛けて、コーデ、マルコ、もう少し耐えたかった。落としている。ボルいい判断、カバー、ナイスカバーのボル。カルラ対コア、どちらが落ちているか。コア側がダメージ効果を有利。コーデが1枚抜いた。ワンワンだ。ボル勝つしかないぞ、そこ。ボルが勝っていく、1対1。残り1枚。ボルが、チームリーダーが最後1対1と決め切りました。 GG コア。そしてロストはボブ選手好きな異性のタイプ、優しい、ノリがいい、気が利く、常識人、うん、普通じゃあお前なんだよ。いや普通だったじゃないですか。お前なんだよ。俺ですか、うん、俺の好きなタイプですか。俺結構 SK ある人好きなんですけど、はぁ、黒木メイサみたいな、ちょっときつい顔だからアジアンビューティーだろ。はい、俺と一緒だな、それ。かっこいい人が好きだな。かっこいい女性が好きだわ。だから多分一緒だと思いますよ。はい、そしてオーディンのところに入ってきたのがギル。ギルですね。6番対ギル。押していくか。強気だ。強気に押していく。横を取っている。竜に対してレオポン当てていく。ここ取りに来るのはだいぶ強気ですよ。はい、そして竜に効かってく。竜が費用を1枚持っていきます。これはどうでしょうか。お互い人数的にはイーブンな状況。竜に効のカバーが欲しい。間に合わない。いやー、竜に効とされる。ナウキングが落としていく。オーディンもダメージ効果を上飛びたか。一気に落ちてくるが、ナウキングもう一枚持っていく。そしてオーディンハズピも決め切ったか。ファイトですよ、ファイトになってますよ。マルコが一枚落としている。バカラ、あと1枚返しているが、バカラあと1名入っていく先には BD も望もいます。ま、はい、ライチ離脱する先厳しいか。ボルが車両を割っていきます。ギル3名生存。前に置きぐれをしていくのがヘルズ。詰めに来たところ1枚でも落としたい。1枚ぐらい持っていけるんじゃないですか、この置きぐれ、はい、ヘルズ持っていけるか。ギルもそれを警戒できているか。刺さりません。ってますね。いや、ヘルズのグレネード刺さった。角も入ってる。に当たっている。2枚飛ばせるか。エラ選手が前線を上げて敵位置把握したんでね、はい、しっかりグレネードエラ選手投げていきます。さあ、グレネード投てき、アンチかなり広く取ってますけども、はい、カールラも悪くないぞ。ナウキングがヘルズに対してグレネードを決めて、残りは3チームいやー、まさかここのユグドラ守りきれるかっていうところですけども、はい、ギルとやはりコアが人数かけてたっていうこともあって、はい、マンティス全く詰められず、はい、ユグドラ守りきることができました。守りきっているマンティス。7キル5名生存。アンチしっかり掌握して占領してるんでね、はい、広く牽制してキル稼ぎたいですよ。これはギルとカルラがぶつかるか。ギルとカルラがぶつかった。カルラ2抜いていく。カルラと2抜いたアキオ。ただし上からはマンティスが襲いかかる。マンティスマサが1枚落として、カルラは残りアキオのみ、1名生存、5対1か。決め切ったか、マンティス GG、5名生存10キル。はい、はい、ということで、集計結果出てますかね。出てますね。ということで、シリーズ3、はい、ピリオド1、はい、デイ3までの結果、ご覧ください、お願いします。ということで、1位は依然として祝祭、2位、オーディン。3位にノヴァが浮上、そしてマンティスが2つ順位を下げて4位、はい、5位にギルが3つ浮上。